セルジオ・フランシスコ・ロモは、アメリカ合衆国カリフォルニア州インペリアル軍、ブローリー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称は、エルメ・チョン。4歳年下の実弟アンドリューは、2009年から2年間だけ、サンフランシスコ・ジャイアンツ参加で、プレー経験がある。カリフォルニア州南部のブローリーで、メキシコ移民2世として生まれる。 高校までは、投手の他に三塁手、遊撃手、捕手としてもプレーしていた。高校卒業後は、アリゾナウェスタンカレッジに進学したが、2004年に、NCWA2 部のノースアラバマ大学に編入した。さらに2005年には、メサ州立大学に再編入した。2005年の MLB ドラフト28巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入りした。 2008年6月26日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。同年オフにはメキシコのウィンターリーグに参加し6試合に登板した。2009年はシーズン開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表として参加を望んでいたが怪我のため自体している。 サンフランシスコジャイアンツ時代2010年には68、登板を5勝3敗、防御率2.18の成績で、守護神のブライアン・ウィルソンにつなぐセットアッパーとして、ジャイアンツのワールドシリーズ優勝に貢献。二人とも髭を伸ばしていたため、ファンやメディアからは、ビアーズと呼ばれるようになった。2011年は7月6日から8月9日にかけて、 打者31人連続アウトを記録。9イニング以上のスパンをパーフェクトに抑えた、史上5人目のリリーフ投手となった。その直後、肘の炎症で故障者リスト入りしたが、8月28日には、復帰。最終的には、防御率、ホイップ、脱三振率などの各指標で、自己ベストの成績を収めた。2012年は、怪我でシーズンを、 ほぼ棒に振ったブライアン・ウィルソンに代わってサンティアゴ・カシーやハビア・ロペスと共に交代で抑えを務めた。ポストシーズンでは10投板で防御率0.84の力投を見せ2年振りとなるワールドシリーズ優勝に貢献した。2013年はシーズン開幕前の3月に第3回 WBC のメキシコ代表に選出された。レギュラーシーズンでは オールスターゲームに初選出された。最終的に初めて年間を通して、抑えを務めた。2014年も抑えを務めたが、基本類だが多くセーブ失敗が目立ったため、カシーアと配置転換した。この年は64試合に登板し、6勝4敗23セーブ、防御率3.72だった。ポストシーズンでは9試合に登板して計1失点。 防御率1.29で3度目のワールドシリーズ優勝を経験した。オフの10月30日に FA となったが12月22日にジャイアンツと総額1500万ドル歴高100万ドルの2年契約で再契約した。2015年はシーズン通してセットアッパーに徹すると自己最多の70試合に登場にし防御率を2点台に戻した。 2016年は、故障で、戦線離脱したため40試合の登板にとどまり、60試合登板が6年連続で、ストップした。オフの11月2日に、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合のメキシコ代表に選出された。11月3日にフリーエージェントとなった。2017年は、 シーズン開幕前の2月8日に第4回 WBC 本戦のメキシコ代表に選出された。2月15日にロサンゼルスドジャースと1年300万ドルで契約した。開幕後は30試合25回で17失点を喫し、防御率6.12と不調に陥り、7月20日に DF となった。2017年7月22日に金銭トレードで、 タンパベイレイズへ移籍した。7月24日にアクティブロースターに登録され、同日のボルチモアオリオールズ戦に登板した。移籍後は25試合で30.2回に登板し、防御率1.47と復調を見せた。オフの11月2日に FA となった。2018年2月13日に再び、レイズと1年250万ドルで契約を結んだ。 5月19日のロサンゼルス・エンゼルス戦で MLB11 年目にして初めて先発投手になった。しかしこれはオープナーの先発投手として起用されたもので1回を3者連続三振で終えると降板した。翌日もオープナーの先発としてマウンドに立ち先発投手が2試合続けて先発するのは2012年のザック・グレインキー以来のことであった。 オープナーはこのシーズンのレーズの主戦術になり、自身も、計5試合で先発した。しかし、主な起用法は抑えであり、8月19日には、MLB 通算100セーブを達成した。最終成績は73試合に登板して3勝4敗25セーブ、防御率4.14、75脱三振を記録した。オフの10月29日に、FA になった。 2019年2月15日に、マイアミ・マーリンズと1年250万ドルで契約を結んだ。主に、クローザーとして38試合に登場にし、2勝0敗17、セーブ、防御率3.58だった。2019年7月27日にルーイン・ディアスとのトレードで、クリス・バリモンと後日発表選手とともにミネソタツインズへ移籍した。 移籍後は中継ぎとして多く起用され、27登板で0勝1敗3セーブ、防御率3.18の成績を残した。オフの10月31日に FA となったが、12月20日に1年500万ドルで再契約を結んだ。2020年オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表し、FA となった。 2021年2月18日に、オークランドアスレチックスと225万ドルの単年契約を結んだ。6月22日のレンジャーズ戦で、イニング終了後に粘着物質の調査を受けた際に、ベルトとパンツまで脱いで行き通りをあらわにした。サイドスローに近いスリークォーターから、79、マイルパーアワー前後の横への変化量が、大きいスライダーが、 全等級50%程度と軸としており、88から90マイルパーアワーの2種類の速球、その他に81マイルパーアワー台後半前後のチェンジアップを使う。また稀にカッターを投げることもある。2011年の速球の平均球速が89.5マイルパーアワーなのに対し、2012年は87.8マイルパーアワー。 2013年は87.6マイルパーアワーと徐々に低下しており特に2016年は87マイルパーアワー台から一気に85.9マイルパーアワーにまで低下しているまたスライダーも例年77から78マイルパーアワー台から75.9マイルパーアワーにまで落ち込んでいる一方で 急速低下に比例するようにスライダーを投げる割合が年々上昇し2013年は約50%ほどだったが2016年には約63%にまで増えている。ありがとうございます。